ニューズウィークでですね、はい、プリゴジンのこととかですね、この、はい、反対強兵現象っていう、ソリターじゃないですかね、ソリターか、ソリターって言うんだな、はい、ソリター知らないんだよ、もう音楽弱いから、すごいみたいですよね、すごいみたいだね、これね、情熱大陸に昔、実は、うん、はい、そうなんだ、ソリターだ、ごめん、ソリター強兵さん、天才らしいですよ、やってますけどね、はい、はい、これは分からないのでスルーします、はい、大特集やって、いや、とんでもない天才らしいですけどね、そうなんですね、プリゴジンが暴いたプーチンの虚像とかですね、なかなかニュースウィークも頑張ってるんですよ、それから、まあ、中国で農民工の不満が吹き出してるとかね、はい、これはなんか、うん、ね、あんまり日本のメディア出ない、出ないですよね、今年1月から5月までに宴会部をはじめ中国全土で起きたストライキの件数は140件、はい、2016年以来最多を記録したと、うん、でも実際の件数はその10倍か20倍に及ぶと見られている、そうでしょうね、うん、中国は全部統制してますからね、出稼ぎ労働者の多くは非正規か臨時の契約で雇用され、サービス残業や事前通告なしの解雇、賃金カットといった理不尽な目に遭いやすいと、そうですよね、中国不況でですね、身分保障されてない人ですから ね、 だからこれはこれから大問題なんじゃないかね、はい、エネルギーは溜まっていってほしいですね、うんうん、まあ、経済成長しているのが前提でうまく回ってたところですから、日本ですらねこの30年間成長してなくて、ちょっと不満に思ったりとか活力がないっていう状況ですけど、あの中国で経済成長が止まった時にどういうハレーションが起こるかですよね、うんうん、そうだね、はい、文春でね、プリゴジンの件についてですね、はい、ちょっと面白いんですけど、例 の、 新聞不信っていうコラムでね、はい、やってるんですけど、とにかく新聞がですね、はい、ほとんどね、うん、孫引きのオンパレード、各種の報道で目につくのがかもの乱用と、読みの見出しは、うん、プリゴジン氏影響力過信かプーチン政権に動揺か、ロ軍用イルカ訓練か、米事前把握か、朝日は使い捨て恐れたかとかね、軍の士気低下に拍車か、ベラルーシ滞在は危険、殺害の可能性もとかね、確信がないことをこれほどむき出しにしているのも珍しいと書かれてますよ、確かに何にもあれがないから、はい、うん、孫引きの解釈を間違いミスリードする記事もあった、所属不明だったプリゴジン氏は日本時間の26日夜にメッセージを公開している、どのメディアもその中身を謀略によって我が国は7月1日に消滅しなければならなかったため武装を起きたと報じたが、朝日の27日付長官はワグネル7月1日に消滅のみだし、全然意味が違うとかね、うん、だからいかに日本の新聞がですね、はい、独自取材がないかということですね、はい、この、プリゴジンの反乱でですね、あからさまになっちゃったと、はい、いうことを書いてましてですね、これなるほどと、やっぱ海外メディアはやっぱりモスクワに入ってて、そうそう、はい、いろんなこ と報じてますけど、ますからね、はい、日本のメディアはやらないですね、そうなんだね、はい、あ、新潮はですね、今度はマチュピチュ茂木幹事長の浮かれ外遊だ、茂木幹事長はですね、今年5月の大型連休はアメリカ、メキシコ、キューバを歴訪したと、うん、出発するときですね、白ズのスーツにサングラスといういでたちで空港にあられ、島内でバカンスしようと揶揄されて連休に、はいはい、アメリカ、メキシコ、キューバ、キューバでは愛好する葉巻ブランドの工場を訪問、幹事長の北米南米ツアーとの霊障をまみた、うん、自民党若手議員も渋い顔で、ただでさえ議員外交は無駄が多いと国民の目は厳しい、うん、はい、マイナンバーをめぐるトラブルをはじめ、エネルギーや物価の高騰で内閣支持率が急落している最中に与党の幹事長が海外で物見さんに興じてたら国民はどう思うか、そういう中でですね、今度はですね、国会が終わったんでですね、うん、ペルーに行く、うん、ペルーでは首都リマのほか世界遺産のマチュピチュ遺跡にも足を運ぶ予定、本人は今度はマチュピチュに行くんだ、マチュピチュと完全に浮かれモード茂木さんが言いそうなんですかねちょっと想像できないですけど、大丈夫かねこれね、真面目な顔が、茂木氏に注がれる姿勢は厳しくなる一方、6月自公は選挙協力に関する合意文書を交わしたものの、東京での協力は見送り、一選挙区2万票とされる公明票がなければ当選が危うい議員らに動揺が走りましたが、
交渉の役の茂木氏に責任を感じている様子は見られません。大体あんな痛気な態度で交渉したら公明党は歩み寄れない。公明党、茂木さんの公明嫌いは有名ですが、議席を最大化するという幹事長の使命を全うできないなら今すぐ辞めてほしいと自民党議員に言われてます。そうですね。不信があると、幹事長がダメなんだっていう話はあって、茂木さんを辞めさせて、次は木原さんだっていう話もあったんですけど、木原さんこれ消えたでしょうね。まあ消えたね、はい、これはできないでしょう、はい、そうすると一番ないですよ木原さん。次の改造でもう、はい、幹事長交代と噂されてるんですけど、はい、どうなりますかね。そうですね、誰になるんだって、ね、で茂木さんは岸田の次を狙ってると言われてるんですけど、そうです、ね、どうなりますか、うん、難しいですかねこれ、はい、いや日本国内も茨の道が続きますね。そうなんだよこれ、これだって人材がいなさすぎでしょ。秋に内閣改造って言ってるんですけど、はい、そうです、人材いないですよね、うん、だから菅さんしかいないんですよ、うん、菅さんがもう一回やるしか、いや本当にないんですよ、うんうん、これはいないですよ。菅さんがもう一回やるしかない、いないですよ本当に。やっと和田君の口からそういう声が、うん、やっとじゃないですよ僕はずっとですよあれだけ、ね、ボロクソにね、はい、その叩かれてね、はい、1年で辞めたからね、はい、菅さんだってねそう追いそれちゃうね、はい、やる気になりませんよ、でも安倍さんもあれだけ叩かれても2回目があったわけで、うん、しかも2回目は長期政権になってね、まあまあそうですね、なったわけですから、うん、まあ、ちょっと一つだけ違うのはやっぱちょっと年齢がね、まあまあそうですけどね、はい、ところがそうそう、あのとまあやっぱりあの派閥をねいくつか抑えないと、うん、菅派ですからね、そうそう派閥横断しないといけないですから、そうですね、はい、そうですね、そこがあれですけど、うん、やっぱり菅さんしかできないですよこれ今のね、はい、この国際情勢考えてて、そうですね、はい、まあ健康は健康ですからね、はい、あの人は、まあ、いろんなことが言われますけど、はい、あのお会いして聞くとやっぱり同じようにあの、うん、体操もやってるし、はい、朝の散歩もやってるし、はい、あの健康だとおっしゃってたから、はい、健康なんだと思いますよ。腹筋100回って普通の人はできないですからね。できないです、僕なんかできないですよ、はい、5回もできないよ、はい、いや体操はやってるんですよ、はい、腹筋がね、はい、ダメなんですよ、はい